こんにちは、まい先生です。今日は和音のレシピ部品編ということです。どういうことかというと、いろんな和音同時に弾く3つの音からなる3和音だったり、4つの音からなる4和音、組み合わせによっていろいろな表情、ニュアンスを聞かせてくれます。これがハーモニーの美しいところですが、作り方によってこういう響きになるというレシピがちゃんとあるんですね。その作り方の前に、一旦今日は部品編。前回の動画で和音は見た目でわかるという動画がありますが、3度、2度はこの形から、場所はここで、響きはこんなというのをやりましたが、その3度の方を今日ちょっと部品として説明をしようと思います。この3度、部品の中でも今日は白い鍵盤だけを使った簡単なところをお話しします。3度の和音、白い鍵盤でいくつあるかなというと、ドミ、そしてレファ、ミソ、ファラ、ソシ、ラド、シレ。音はドレミファソラシと7種類ですから、そこから出来上がる3度の和音は7つ。この7つ、実はちょっと種類があって2種類あります。この鍵盤で見るが1番なんですが、鍵盤ちょっと見てみてくださいね。ドミという音を弾いた時、黒鍵、黒い鍵盤は間に何本ありますか？ここ2本ですよね。レファ、ミソ、ファラ、ソシ、ラド、シレの間も見てみてください。黒い鍵盤が2本入っているところと、1本しか入ってないところがありませんか？ドミは2本、レファは1本、ミソも1本、ファラは2本、ソシは2本、ラドは1本、シレも1本。これ、黒い鍵盤が2本入っているドーミーという音の幅、声を高さのこの高低差ですね。これ1本しか入っていないミソミソ、実は1本しか入ってないところと2本入っているところの広さ、高さの高低差が実は違うんです。2本入っているところの方が広くて、1本しか入ってないところは狭いんです。この2本入っている方を長3度、長いと書いて、そして3度ですね、長3度。1本しか入ってないものを短3度と言います。これはちょっと覚えておいてくださいね。そしてこれどういうことかというと、白い鍵盤同士のこの隣り合った鍵盤ではなく、鍵盤の一番奥、蓋に近いところで、隣同士だと白黒、白黒、白白黒、白黒とこう隣にあって並んでいますが、この隣り合っている音同士のことを半音と言います。半音というのは1オクターブを12等分にした1つのことなんですね。1オクターブの12分の1ずつ調律をしてある、12平均律という調律の方法でピアノの調律がしてありますが、この1オクターブを12等分したこの高低差、音程、これが黒い鍵盤が2個入っているところは半音が1、2、3、4個入っていて、例えばミソだったら黒鍵が1個しか入ってないので、半音が1、2、3個しか入ってない。もう実際本当に物理的にこんなに音の幅が違うということなんですよね。今の説明全然わかんない、そんなこと難しいこと覚えたくないという人も、黒い鍵盤が2本、黒い鍵盤が1本しかないところがあるよということだけ覚えておいても大丈夫ですよ。はい、この長3度、短3度
ていうのがある。この部品をしっかりと覚えておいてくださったら、次の動画で和音のレシピ基本編というのをしますので、そこでぜひ使ってみてくださいね。今日は3度でしましたが、2度も同じように小2度、単2度という音の高低差の幅の違いがあります。見てあげてくださいね。2度の場合は黒い鍵盤が入ってるか入ってないかのこの2種類があります。で、和音のレシピ基本編でするのは3和音の3つの和音の響きの種類の基本をしますので、楽しみにしていてください。今日はその部品、今日のことをしっかり覚えておくと、次の時に明るい和音、暗い和音ってどんな風に作るのという動画をしますので、そのご準備しておいてください。今日は和音のレシピ部品編、3度の和音には2つの種類があるということをお知らせしました。和音の作り方覚えて、いろいろな種類の和音が作れるようになるといいですね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。